あやさん、じゃあふんさんです。ということで今日も京都でマリオカート Wii オンライン対戦実況やっていこうと思います。ということでのこのこ岬一発目やっていきましょう。変なカスタム多くない？1位もなんかドンキーファントム使ってるし、キンテレのカートもいたり、変なカスタム多くていいな。俺もなんか変なカスタム使いたいんだけどさ、最近なんかレートの上げ方が調子良すぎてさ、待って、ついちゃったんだけど、いきなりついたんだけど、レートの調子いいからさ、あんまりふざけたカスタムとかふざけた企画してレート下げたくないっていうのが本心でありまして、なかなかふざけられない現状。まあしっかり今回パートも勝ちを目指して頑張っていきましょうか。バナナ怖い。ターボ伸ばして緑コーラ大丈夫？ナイス、いいスナイプだなドンキー。やーべえ、ドリフトバイクの挙動怖すぎだろ。よく走れんな。ちょっと前にね、ドリフトバイク使ってみた動画出したけど、クソむずいぞ。もう追いついてるしね。これがドリフトバイクの弱さ。なんかラグレちっちゃくなってる。多分当たってないよね、ラグレ。そう見えてるだけ。もう遅いもんね、やっぱね、曲がれない、アウトフグなんちゃうから、どうしてもカーブ行くたびに、この、ハングオン、ドリフトバイクじゃない方のバイクの方が追いついちゃうんだよな。上手い人が使ったら速いのかもしれんが、トゲゾウも来る。かなりきつい。オッケー、ナイス。赤刺してくれた。そしたらまだまだ1位ね、狙える場所にいるんで、ついていこうか。後ろ大ボスせえな。あー、ジャンプ台乗れてない。なんか飛んでる、デイジーが飛んでる、やべえ。なんだこの部屋は。さあここイリー伸ばして、オッケー抜かして、なんだこれラグか、怖くね、大丈夫、回線落ちてんのか、一人最下位がなんかめっちゃ止まってんだ。あれ回線落ちっぽくね、やめてくるよ。一人が回線落ちたら全員巻き込まれて、全員3回最下位判定になるみたいなパターンもあったから前、レート300ぐらいされちゃうからね。さあ低空出していって、トゲ一発さっき来たけど、なんかもう一発来そうじゃない。もう一発来てもまあ耐えれる距離感にはなってきたけど、さすがに来ないでほしいな。最下位なんだあれ、回線押してないか、外役か。さすがに妨害中だったらきついんだが、怖いなそのピーチカード。トゲ来た。まあまあ甘んじて受け入れましょう。一発なら耐えれるし、ダッシュ版でリカバリーもできる。1位まで1位まで1位まで1位。赤とか持ってるかな。てかさ、最近ストリートファイターを始めまして、結構やってるせいで指が痛い指が痛いんですけど、関節がさ、もう力入りすぎてるのか知らんけど関節が痛い。さあここターボからウィリー伸ばして、ケツつけとこうか。赤ここ消せるとこないんで、いやー3つ目は効いてないけど、これ水流に乗ってスピンターブでターボ解放して逃げ切れたか。トゲ3発食らっても1位取れそうか。これが今好調のフンさんです。どうもです。さあプラス29、あ年下多いな。5000台がほとんどで4000もいるし、まあ、こんな感じで1位取っても29しか増えませんけど、まあ、コツコツ1位取ってレートね今回も上げていこうと思うので、よかったら最後まで見ていてください。さあクッパキャスルやっていきましょう。いや最近ね新しくマウス買ったね、マウス。いや取れねえか、アイテムスルしちゃった。新しいあれだよな、デバイスが届く時ってめっちゃテンション上がるよな。まだ1回も使ってないんで、どんな感じか使用感試してないんですけど、楽しみでございますと。雑談挟みつつ1位スタート。これ熱いぞ。ここの1位はかなり強いんで突っ走っていこうぜ。さあバナナ4つ設置していこう。これ自分当たりそう。え、何してるんですかファンキーさん。ここの処理さむずくねマジで100cc 練習できないんだけど、150はね練習して割とマシになったんだけどさ、 100cc なんで今の弾かれたんだけど。まあ、近畿の、いったー、サンダー振った、はい、いや。近畿の使いたかったな。まあ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 。人数ちょっと増えて、11、2名だったかな、増えてるんで、ちょっとこの順位じゃあでかくなるタイミングあり。この順位じゃいいアイテム引けなそうだけど、まだ1の背中捉えてるんでね、総力でなんとかしていけるかなというとこで、トゲじゃないか。キラーの警告か。大丈夫。二度三ぶん回しといて。まあさっき自分トゲ3発食らったんでね、来てくれるでしょう。風出ない、取れないか。潰しとく、当たんない、当たんないか。これ潰しときたい。デイジ当たんね。やべ自分に当たる、当たった。やべ自分に当たる、何してんだ、危すぎる。まあそしたら、自分のミドルコールが縦横無尽に暴れ散らかしてるけど、バナナ置いてる。トゲいったら抜かせる距離感だよな。見えてるよな、見えてる見えてる。いいバックスナだ、俺も真似しよう。今度はしっかりミスらないように処理していきまして、さあ処理勝ちできるかと思ったらラグか。サンダーまた振った、2発目。さっきトゲゾウ3発、今度あれかサンダー3発か。さあこれ赤コーラワンチャン刺さんないか。ミオリン
君は防御持ってるのかい？持ってるのかい？持ってるのかい？まあまあまあ、サンダーでかくなるタイミング、自分の方がでかく早くて抜かしていったんで、あとはトゲ来ないことを祈る。絶対来るわ、ここ。これかわせないでしょ、こうしろか。まあ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 、アウト走らせるんで、まあ、距離はじわじわ開いていくと。さあ、この距離感だったらトゲ一発来ても逃げ切りそうな雰囲気は漂ってる。バナイチ逃げ切るぞ。もう今日全部いっちゃっとるわ。さすがにレート格下がね、まあ、ちょっと多い部屋なんで、さすがに負けられないぞ。全部1位取って当たり前、そんぐらい自分にプレッシャーかけていこう。そのバナナやばい、 100cc だからかわした。さあ、またウィリー伸ばしていって、キノコめっちゃ落ちる。今度ここ来い。オッケー、さすがに一瞬清水は何回も見せらないよと、しっかり決めていきまして、ケツつけて勝ちでしょう。また最下位のなんかピーチか、あれ、あ、2位か、2位のやつが一周追いつきそうな感じしてるけど、まあ、さっき見た感じ外役中ではないんで、まあ安心していいでしょう。さあ、最後のジャンプアクション、まあ、最後じゃないか、最後この噴火地帯ジャンプアクションできますけど、トゲ一発食らって DD コング来てる。逃げれるか、ジャンプアクション、ジャンプアクション見せられなかった勝ち。3回ジャンプアクションで OK、 赤コーラ間に合わないと。そう、プラス45、人数増えたから1位の上がり幅美味しくなってきたな、いいね。さあ、モンテタウン行きましょう。 100cc だね。 100cc ってさ、あそこの川のとこのニスクできんのかな、多分できないよね。だから行かないようにするんだけど、もしできたら教えてください、詳しい人。さあ行きましょう、1位。さあ、バナナさんナイス。ここ設置結構刺さる感じするが、バナナもう見つけた。さあ、1人潰して、このマリカー7完走するだけレート8000なんで、まあ実質この人との対マンだね。この人に勝ちゃ勝ちよ。さあ、ショートカップ、あの人も、あ、行ってんのか、行けんのかな、キノコ持ってんのか。ミスク決めてるっぽいね、決めてるっぽいね。行ってみるか、じゃあ2周目チャレンジしてみるわ。さあ、風取れた、ナイス。ターボ伸ばして、サンダーまた振った、はーい、まあ、ダッシュ版ですぐリカバリーできるから結構美味しいんだけど、そうなんか俺か、俺なのか。アイテムいいね。さあ、ドンキーファントムが1位駆け抜けていった。巨大キノコはさすがに大丈夫でしょう。意外と怖かった。なるほど、マッカーさんも来てます。うん、ニスク怖いけどな。あれ、まあ早いよな、決めたら。だからリスク背負っても、まあ、いや、どんだけ取んねんお前、欲張りドンキ。いい設置、当たってないのか今、ドンキよくかわしたな。だからまあ、ニスクはリスク背負っても行く価値はあるとは思うんだけど。2位まで来た。キノコ持ってきたいな。キノコ持ってたら、ショット化できるんで、ここ。ジャンパクション入れちゃった。しかも、これあれかな、重心を上にしたらいけるパターンかな。今ちょっとあれだな、早く着地しようと思って、早めに重心下げちゃった。まずいな。リスク背負っちまったな、かなり。トゲか。加速が欲しいね。後ろだいぶ遅いから。ナイス、このサンダーでかい。で、11人目だから、8位でワンチャンスタートが。出てくれたら、あ、強い、オッケーオッケーオッケー、あるある、全然ある全然ある。この絶望的距離感からもうモンテドン、まあ打開できると思うんで、もう一回次のボックス8位でいけるようなことであれば。さあ、交換しちゃうわ。いや、でも抜かしちゃいそうだな。いや、これ抜かさない調整でいこう。ドンキ早くいって、俺もう一回8位で終わりたい。ドンキ遅い。ちょっとアウト膨らみまして、8位でループしてくれたら神だな、頼む。さあ、ヒロさんか、まあ悪くない、ショートかいけるんで悪くはない。赤さんいんのか、パウ、ナイス。それも潰れる、ナイス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 。一気にごぼう抜きしていって、1位の DD はさすがにショット化しても勝てないかな。連続1位の夢なくなっちゃうか。ショット化していって、トゲいってくれ、頼む、トゲ一発で抜かせる距離か。サンダーナイス、ダッシュも乗れる。でもこのサンダー振ったことによってトゲ続なくなっちゃったか。じゃあ2位かな、クソ。いい感じに連続で1位取ってたんだけど、マリカー7カンソさんうまいね。ということで2位、まあ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 、いい打開でしょう。オッケー。さあ、64まで下げていきましょう。さあ、ここね、でかいコースあるけど、まあ前逃げれたら全然ね、前逃げもできると思うんで。うわー、それ食らっちゃうか。じゃあ打開します。前走れ、この部屋だったら前にやるかなと思ったけど、じゃあ打開しますわ。人数減って7人でなったかな。キラーの椅子強い。いやー、ぶつかられた、もったいね。このキラー熱くね。キラーって強いんだけどさ、無敵もあってスピードもあって強いんだけど、やっぱ上位になればなるほどさ、あれじゃん、時間が短いじゃん、継続時間が。その辺がやっぱスターとかキンキノとの違いだよな。
ここのコースに関しては金キルとかの方が強かったりもすると、さっきの子を美味しく稼いでいって、いつ使うかな、前持っていっていいのか、風もっかい取れる、 OK、 いいよ、風ってかなり速いな、スリップストリームね。さあ3位まで上がってきて、まあパウとか来たら使うでいいか、初等化にキラー使う感じもまあここしかないし、3周目のここまで持っていけたらアドって感じかな。まあサンダー、わかんねえな、サンダー振られたくないな、サンダーでキラー落とした時マジで使ったらよかったってめっちゃ後悔してるからな、でもその後悔はしたくないんですが、結構後ろ詰まってるんだよな、危ねえ、だからうわ雷雲かわいそうだけど俺つけられてるかワンちゃん、アウトに大げさに避けていって、サンダー振ったとしてももう一回アイテム組み直せると思うんで、初等カメラ持っていくわ、いやデイジー遅れてんな、いや振らせそう、いやそうなスナイプくらいいたから使ってよかったな、いやサンダー振らせて、じゃあサンダーナイス助かった、逆に緑コーラに助けられた、ナイススナイプと言っておきましょう。さあここからトゲも外風も来なければ勝ちなんだけど、さすがにこの距離感だったら外風に負けないと思うから、ナーブ消し合ってくれた、死んだと思った今、赤コーラが2個俺を捉えてた、ちょっかいかけまして、手下さないか、まあでもトゲ来なかったから逃げ切れたでしょう、ナイスサンダーガヒ助かった。ちゅうことでね、今日はね1位3回そして2位1回取っちゃいましたけど、かなりいい順位取れたんでね、この辺にしておこうかなという風に思います。レート見ようか、最後レートはコツコツ上げてプラス35で8398、8500は見てきたな、ということでね、またね9000目指してコツコツ頑張っていくんでね、よかったら高評価チャンネル登録コメントしてくださると幸いです。また次の動画でお会いしましょう、バイバイ。